ンポン。ほら、ここにいんのは分かってんだ。早く出てこい。なんやなんや、お姉さん、ちょっともろもろの支払いが滞ってんじゃないの。何してんだてめえ。テレビ受信料取り立てごっこ。本当に何してんだおめえは。一回だけ取り立てさせて。どんなお願いやねん。たく、一回だけやねん。お願いします。たく。はい、テレビ受信料の支払いお願いします。あ、うちテレビ持ってないんで。じゃあ今踏んでるのはなんだ。そんなところにテレビはねえよ。なんで玄関の床にテレビ埋め込んでんねん。バカか。とにかく、うちはテレビなんて持ってない。じゃあスマホは持ってないのか。スマホも持ってないな。嘘をつけ。その手に持っているものはなんだ。バレたか。テレビじゃないか。持ってねえよ。ふむ、55インチか。バカでけえな。そんなもん手に持てるかボケ。え、でもこのテレビ、タッチパネル式ですよ。タッチパネルか否かは議論してなかったろうな。とにかく、テレビかスマホを持っているなら、料金を払っていただかないと困りますね。く、しゃあない。いくらや。うわははははこいつ何言ってんの？おめえが何言ってんだよ。料金の説明をしろや。ああ、失禁失禁。なんで今漏らしたんだよ。失敬やるが、1ヶ月ごとのお支払いですと、3000円。ふむ、3ヶ月ごとのお支払いですと、ちょっとお安くなりまして、1万円。高くなってんじゃねえか。ははは、お客さん、これから説明いたします。あ、そうなんか、すまんすまん。なんと3ヶ月ごとのお支払いですと、こちらの日本人形がついてきます。いらん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 。え、でもこれ4万5千円ですよ。高えよ。だから3ヶ月ごとの方がちょっと高えのかよ、ふざけんな。うなってるうなってる。怖すぎるわ。あ、行きたいな。日本人形に行きの概念はねえよ。いいよもう、日本人形いらんいらん。1ヶ月のやつでいいから。はい、これ5000円ね。ありがとうございます。ではこちら、お釣りの3000円です。いや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 、はい、3000円のプランで5000円払ったんやから、お釣りは2000円やろうが。うん、ごっぴくさんは、まあまあまあ、なんだただのアホか。もういいもういい、金払うからとっとと帰れ。あ、待ってください待ってください。なんやねん、こちら特典の日本人形になります。だから日本人形はいらーい。